メーデーバッハは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のホーホザワーラント軍に属す市である。この町は、中世には、交易を営み、ハンザ同盟の会員都市であった。このために、2012年7月24日、公式に、ハンゼシュタットを称した。近世には重要性を失い、都市農民の町に衰退した。 現在の町の構成は1969年の市町村再編に基づくものである。この市町村再編は当時のメーデバフ派市とアムトメーデバフ派に属していた町村とが合併し新たにアムトに属さないメーデバフ派市を形成した。現在は観光業が大きな経済的役割を担っている。地域の大部分は欧州連合の生息地指令に指定された。 自然保護地区となっている。メーデバッハは、ロタール山地北東都市部に面したメーデバッハ盆地に位置している。この盆地周辺、西のビンターベルク、北東のバルデッカーウップランと南のハレーンベルクの間の広い範囲に集落が点在している。中核区は、ヘッセン州との宗教の西約3キロメートルに位置している。この広い盆地は、 西は森に覆われた山や丘陵を境界としている。ボラーベルク、ビンターカステン、アルテグリメ、ユンギャグリメ、レーツベルク、シュロスベルク、ホーエペン、エメットなどである。最低地点はオルケ川が地域から離れるベルゲ地区近郊の約329メートルの地点である。地域の南部をエーダー川西岸の支流であるオルケ川が流れている。北東部は さらに東でオルケ川に合流するビルデアー川が流れている。中核宿オルケ川支流のメーデバッハ川が、そのすぐ北東ビューネが、和支流のハルベッケ川が、やや南西オルケ川支流のゲレンゲバッハ川が流れている。メーデバッハ市域内の海洋性堆積物は、早くも古生代に形成された。自然地域上一体となっているメーデバッハ盆地の層は、 年盤岩と交差岩で形成されており、主に石炭紀前期に堆積したものである。西側と北西側は、三つの互いに独立したデボン気後期の層につながっており、東ザウアーラントの主要湾部との境界に近づくと、デボン気中期の層となる。北部にある第一の層は東に向かって、デューリングハウゼンの手前に接するあたりまで広がっている。ボルクハーゲンには、 ラジオラライト、レギを含む粘土岩、石灰岩を産出する採石場がある。これは約3億2000万年前の海底で形成されたものである。第2の層はグリントフェルトの西側から始まり、北西に向かってキュステルベルクのすぐ手前にまで伸びている。幅は2から3キロメートルでヘムベルクシーファーや砂岩で形成されている。メーデロンの西には もう一つのデボン気候機のつぶてを含んだ石灰岩の層がある。キュステルベルクでは4億8000万年前のデボン気前期に形成された最も古い地層がオルケタールに伸びている。ドライスラー近郊で石炭気前期の交差岩と年板岩に区売島の岩石の小さな粒子が見られる。ここには亀裂がある。そこにある それぞれ2メートル幅の通路が2本ある重傷石の洞窟からはラジオラライトや石英も産出された。地域の東西は西のヒレの谷から東のヘッセン州との宗教にあたるビルデアー川の谷まで12.8キロメートルである。南北は北のヒュルゼンベルク近郊の群境から南のヘルツグラーベン川まで16.1キロメートルである。 市の総面積126平方キロメートルのうち、森林が62.7平方キロメートル、農業用地が50.8平方キロメートルを占める。住宅用地、空き地が4.5平方キロメートル、交通用地は6.6平方キロメートルである。メーデーバフ派には、ノルトベストファー練習のビィンターベルクとハレンベルクが、それぞれ、西と南に接している。東と北東は、 ヘッセン州のリヒテンフェルスト、コルバッハ、北はビリンゲンである。本市の地域は中核式メーデーバッハの他に以下の集落を含む。メーデーバッハは典型的な中陸産地気候である。メーデーバッハ盆地は主にアタイ西洋気候からアタイ陸気候への移行地域にあたる。ここでは湿潤で涼しい夏と穏やかな冬が特徴である。 最高気温の年間平均値は摂氏13.8度、最低気温の年間平均値は摂氏5.4度である。1989年の年間平均気温は摂氏7.5度であった。同じ年の7月と8月の平均気温は摂氏15度及び摂氏16度であった。1961年から1990年の 年間降水量の平均値は789.8ミ、mm、リメートルであった。この集落が最初に文献に記録される以前の時代についてはほとんどわかっていない。ビルヘルム・ハルバー・シュミットの発掘調査による戦士時代の出土品はメーデバフ派地域に定住がなされたのは新的機時代になってからであることを示唆している。この頃からメーデバフ派近郊にブルクリングと呼ばれる 感情土類が築かれた。この他の出土品は期限前後のものである。ローマ時代、ディーメル川の水源付近の地域にはカッティ族が住んでいた。その後、東朝の時代まで出土品は国わずかである。遅くとも8世紀以降にはザクセンジンが現在の市域内で確認されている。総じて中世世紀になるまで集落はまばらであった。メーデバフ派に現存する。 最も古い建物である聖アンドレアス礼拝堂、メーデバフ派周辺地域は、ザクセン人征服後、ケルン大司教の支配下に組み入れられた。ハイデン街道沿いに位置するメーデバフ派は、原始教会区に発展し、当初は、ケルン大司教区の最も東の宿駅とされていた。メーデバフ派が、初めて文献に記録されたのは、1144年、ケルン大司教アルノルト一世によるものである。 彼は、教会を性別するためにこの集落を訪れたことを報告している。メーデバッハは、ビラとして知られているが、王の権力のもとで公式に、市場開催権を認められていたので、本来は立派な都市と呼ぶべきである、と主張している。彼はさらにメーデバッハ周辺地域がもともと、ケルン主教のターフェルグートに属していたことをも報告している。その後何人かの騎士が、 霊園として封税られたが、それは公益活動の妨げとなった。この文書の目的は古い権利の確認であった。それはゾーストと同様の市場法であったはずだ。大司教、ライナルト・フォン・ダッセルは1165年に都市権を確認し、拡大した。この文書にはダチア・ベルルーシャとの公益について記述されている。これら両文書の申請性には議論の余地があるため、 当時この集落が都市と呼ばれていたことについては疑いがある。都市となるプロセスは数十年後の1220年頃まで時代が下る。メーデバッハの発展は1179年に中断した。ベスト・ファーレンの派遣をめぐる大司教フィリップ一世、フォン・ハインスベルクとハイン・リヒシ公との戦闘に巻き込まれたのである。1179年10月28日に ハインリッシ志思考側のベルンハルトフォンであり、ペト、ビルキントフォンレダがこの町を占領し、完全に破壊した。公益の存在を示すものとしては、リューベックのゴットフリートフォンメーデバッハ、タルトゥのヨハンデメーデベーケ、タリンのヘンリクスデメーデベーケなどの記録がある。ケルン大使教エン・エルベルトは、1220年に、キュステルベルク修道院長代理に、死の教区教会の守護系を寄贈した。 この他に彼は、ブリーロンや、流転などで広く流用されていた、ゾウストの都市圏をこの町に授けた。この文書中に通貨に関する記述があることから、おそらく1144年にはすでに貨幣駐造権を有していたと推測される。ベストファーレンの将軍ヨハン一世、フォンプレッテンベルクが死に造幣所を売却したことが、1293年に文書に記録されている。 地域は1303年頃に拡大され、より改良された防衛施設が設けられた。1323年に大司教はノンエボカンドの特権を授けた。これにより、メーデバッハ市民はよその法廷に召集されることはなくなった。その10年後メーデバッハ財番区から成立したアムとメーデバッハが初めて文献に記録されている。メーデバッハ、シュマレンベルク、 ビンターベルク、ハレンベルクは数度にわたって外敵の脅威からの相互防衛やラント平和令を何度も締結した。メーデーバフ派はゾーストのフェーデで被った損害の対象に荷車や馬車で市内を通過するビールや蒸留酒に対する徴税権を1450年に獲得した。ハンザ時代に取引されていたのは炭酸カリウム、食婦、比較製品であった。 羊の飼育や羊毛加工も大きな重要性を担っていた。宗教的、経済的、文化的関係において、近くのグリントフェルト修道院と古くから特に強い関係があった。ブレーデラー修道院は1373年にはすでに現在のヒンター通り4番地、いわゆるメンヒス豊富に農場を有していた。 このブレーデラーの所領は19世紀にこの修道院が廃止されるまで保持されていた。この場所には12世紀にはすでに大司教の大官が大官所を構えていたという推察がなされている。1645年のメーデバフ派周辺地図、メーデバフ派は確かにケルン選定公領のアムトメーデバフ派に属していたが、都市としては広範な自治権を有していた。 アムトメーデバッハの長官は、その職を引き継いだ後、この町の権利や特権を認め、擁護することを書面で確約した。この町は1583年のアルンスベルクでの両方会議で、プロテスタントに転向した、先帝校、ゲプハルト一世、ホンバルトベルクに同調した。改修は、1583年2月14日に一気に施行された。 1584年の初めに対抗宗教改革の進派がベストファーレン公領を占領した。その結果この町は1584年4月に新たな選定校エルンストフォンバイエルンに忠誠を誓った。字が書けない、この町の代表者に代わってビンターベルク市長が署名した。サイカトリックには数十年を要した。近世になると、 交通路から離れていたことから、この街は次第に重要性を失っていった。三十年戦争の経緯もこれを助長した。本市は、ヘッセン軍のみならず、皇帝軍によっても何度も略奪された。住民たちは何度も周辺の森に逃げ込まなければならなかった。1636年、1640年、1643年には、 兵士が町を無防備に投げ出すまで14週間も町から離れた。森に住む住民の間で1636年にペストが流行し322人が犠牲となった。条税簿によれば1644年にこの町の完全な市民権を有していたのは228人であった。18世紀にはさらなる人口減少が起こった。 七年戦争とナポレオンの時代にメーデバッハは著しい戦争負担を課され、その支払いに多くの債務を引き受けなければならなかった。1779年のこの町の人口は1380人であった。19世紀になってもしばらく都市農民を主体とする構成は維持されていた。1830年の土地台帳に基づく。 中心街の地図1802年9月初め、メーデバッハを含むベストファーレン公領は、ヘッセンダルムシタットホーハクに占領された。その後、ルートビヒホーハクは10月6日に新たな領主となったことを宣言し、同年10月23日、メーデバッハで、アムとメーデバッハの様々な代表者による歓迎を受けた。一個中隊が半年以上の間この町に駐留し、 その後ブリーロンに移動した。ナポレオン戦争後、1816年にこの町を含む旧航領はプロイセン領となった。1817年、プロイセンのベストファー練習内にアムト・メーデバッハとアムト・フレーデブルクからメーデバッハ軍が形成された。しかし、この軍は1819年1月1日に再び廃止された。1844年に、 猛烈な火災が教区協会と視聴者、さらにほとんどすべての公文書を含め、市の全域を焼き尽くした。アルンスベルク県知事で、当時のプロイセン国務大臣であったエルンストフォン・ボーデルシュビングは1854年5月11日に、この町に出張中に死亡した。1844年の火災後の町の様子1880年代に、多くの住民が、 ルール地方の都市に移住した。人気の移住先は暴風無であった。メーデバッハは政治的には文化闘争以降ほぼ完全に中央党が支配する自治体であった。1920年の国会議員選挙でも有効票の92%以上がこの党に投じられた。バイマル共和制が進むにつれ、この党は支持票の一部を失った。 1928年の国会議員選挙では、メッシェデでかつてない得票率70%程度に止まった。ある程度自由が認められた最後の国会選挙となった1933年3月の選挙では、約53%強を得たに過ぎなかった。これに対して、NSTP の得票率は36.33%と、アルンスベルク軍、メッシェデ軍、ブリーロン軍、 オルペ軍の他の市町村と比べ高い数値であった。国家社会主義による統治開始以降、メーデバッハでも政治的、人種的抑圧が起こった。それはユダヤ人商店に対するボイコットの形を取った。街のサークルやクラブの登録者名簿からユダヤ人が削除されたのも反ユダヤ活動の一つであった。1938年10月にはすでにユダヤ人コミュニティは 役所の圧力に屈し、シナゴーグを売却した。1938年11月10日から11日の排斥運動には、ユダヤ教の礼拝所が破壊され、ユダヤ人市民の家屋が壊され、大量の在庫が失われた。さらにひどいのは、人々の嫌がらせであった。11月28日、ユダヤ人は、退教を、あるいはその準備をすることを要求された。 こうした圧力によって1939年までにすべてのユダヤ人が退去し従わなかった者は殺害された。第二次世界大戦後ユダヤ人はメーデバッハに戻ってこなかった。2008年に殺害されたユダヤ住民の追悼記念碑が混流された。この街は第二次世界大戦をほぼ完全に無傷で乗り越えた。ただし、 1945年1月29日の5人の死者が出た爆撃があった。1945年3月29日、戦車を伴ったアメリカ軍が戦闘することなくこの町を占領した。続いて、アムトの長官であったボイレが退任させられ、不裁判所の判事であったベシングが新たなアムト長官に就任した。ソ連やフランスの戦争捕虜は解放され、 監守が逮捕された。それまで捕虜となっていたソ連人によって略奪が行われたが、アメリカ兵がこれを制止した。3月29日から30日にアメリカ軍の機動部隊が何度もメーデバフ派を行き勝った。4月1日、グリントフェルト方面からドイツ軍が攻撃を行った。これは、グリントフェルトにいた将軍の指令によるものであった。 キュステルベルカ方面から4両のドイツ軍戦車がメーデバフ派に到着した。この戦いで4両のアメリカ軍戦車と2両のドイツ軍戦車が破壊された。国防軍、国民突撃隊、武装親衛隊の混成部隊であるドイツ兵が市の中央部に達したが、甚大な損害を負い、再び退却せざるを得なかった。市の周辺部でも戦闘が頻発した。 4月3日にグリントフェルトがアメリカ軍に占領された。アメリカ軍戦闘部隊は4月4日から5日にビンターベルク方面に移動した。死亡したドイツ人兵士はメーデバッハの墓地に埋葬された。この戦闘で民間人も3人死亡した。4月24日、44人のメーデバッハの民間人が捕虜収容所に移送された。メーデバッハの当地は5月に イギリスに引き継がれた。第二次世界大戦で223人のメーデバッハ、住民が多くは東部戦線の兵士として、あるいは戦争捕虜として死亡した。1945年以後この町は約1000人の避難民で拡大した。小規模企業の定住誘致や観光業における評価の改善に向けての努力は当初、特筆するような成果を上げられなかった。 ノルト・ベスト・ファー練習の市長存在編以前、アムト・メーデバフ派は、当時存在していたアムト・ニーダースフェルト、アムト・ハレンベルク及びビンター・ベルク氏と合併し、ビンター・ベルクを中心とする、アムト地区とする考えに対し、断固として抵抗した。九百六十九年七月一日、メーデバフ派氏と、アムト・メーデバフ派に属す、マチソン・デアッタ・ベルゲ、ダイフェルト、ドライスラー、デューディングハウゼン、 キュステルベルク、メーデロン、オーバーシュレドルン、レフェリングハウゼン、ティトマーリングハウゼンが合併し、新たにメーデバッフ派市が形成された。1981年から1982年に企業閉鎖によってメーデバッフ派の約500人分の職場が失われた。新たな職場を創出するために、市は1984年から休暇公園の誘致に力を注いだ。 これは10年間の集中的な尽力、特に、スタッドディレクターのハインリヒノルテの努力によって、ついに成功した。このプロジェクトは、開発費用に、州の助成金、州による保証、民間投資家への投資助成によって支援された。必要となる42ヘクタールの土地を確保するために、70件以上の不動産購入が必要であった。560室のレジャーハウス、 ベッド数240のホテル、多くの全天候型レジャー施設を備えた魅力的な中央施設を有する休暇公園は1994年に開園した。相当資額は約1億5000万ユーロであった。この休暇公園は開園以後毎年年間70万泊以上の利用者がある。メーデバフ派はこれによりノルトベストファーレンで最も重要な行楽地の一つである。 1990年代半ばから、ホルティシャーベーク産業地区に18社、約600人分の職場が定着した。これにより、休暇公園に次いで、さらに市の経済発展に有利な地盤が形成された。1994年に、メーデバッハは、ヨーロッパ歴史的射撃共同体のイベントである、第10回ヨーロッパ射撃祭のホスト都市となった。 ノルト・ベスト・ファー練習の支援プログラムの協力で、1982年から2009年までに、中核支部で大規模な都市再開発工事が行われ、マルクト広場の完全な刷新がなされた。メーデバフ・ハニ属すス9つの村落でも大規模な再開発工事が行われた。オーバー通りの視聴者について、2000年頃に合理的な手段では修復することができないという、 総合的な専門家の鑑定が下された。何度かの市民参加の議論の後、審議会は、市の中心部にあり、新たに作られたマルクト広場に接するあまり使われて、いなかった土地に新しい市役所を建設することを決定した。建築コンペが行われたが、どの設計によって建設すべきかで議論が起こった。その結果、2007年8月12日に、住民投票が行われた。 住民は4つの設計の中から投票を行った。この結果最も票を集めた設計が2008年から建設作業に入った。新しい視聴者は2010年から供用開始された。2007年9月4日、オーバーシュレドルン地区で3人のテロリストと推定される人物がドイツ連邦刑事長によって逮捕された。捜査の結果、彼らは イスラミック・ジハード・イニオンに属し、ヨーロッパを標的とするテロ行為を計画していたことが判明した。町の中心部に立つカトリックのセーペーター・ウン・トパウル教区教会最初の教会の建築時期は分かっていない。1120年にはすでに教会があったに違いない。この教会は村自体がそうであったようにケルン主教の所有であった。 アルノルト司教が1144年に教会を性別しているが、これはおそらく現在のアンドレアス礼拝堂であろう。守護権は変遷した。1231年にバルデックク・アドルフ一世がこれを有していたが、グリントフェルト修道院のためにこれを放棄した。修道院の代表者は世俗科までこの町の司祭を兼ね、死亡のための代理人を指名した。隣のバルデックが、 プロテスタントに転向し、これを保持したのに対して、メーデバフ派は1600年頃の対抗宗教改革の時代に、ケルン選定校のベストファーレン校寮の一部に戻った。これは、現代の宗教分布にも反映されている。2011年5月9日、現在、住民の70.8%がカトリック、15.6%がプロテスタント、 13.6%が、その他の宗教、または無宗教であった。メーデバッハのカトリック教会は、市内ほとんどの地区の教区教会から、メーデバッハ四国連合が形成されている。プロテスタン住民流入後の1837年に、福音主義教会の教会共同体が創設された。メーデバッハ中核区の人口は、19世紀に、ゆっくりと増加し、 1900年頃には2500人となった。しかし、世紀の変わり目頃に再び減少し2000人を下回るほどになった。20世紀の中頃にはこの数は3400人増加した。1969年の市町村再編で人口は倍増して7000人を超え、さらに増加を続けた。人口が最大となったのは2000年12月31日で、 8356人となった。これ以後は少しずつ減少している。以下の表の1975年以後の値は、ノルトベストファーレン州データ管理、統計局による。メーデーバフ派市長者、メーデーバフ派市議会は26議席からなる。第二次世界大戦後の市長を列記する図柄、橋から、橋まで届く黒い十字で、赤字と銀字に四分割。 向かって、左上には、銀の百合右下には直立し、葉を外に向けた銀の鍵。解説、十字はこの町がかつて、ケルン選定工領に属していたことを示している。鍵は、旧名では橋の使と教会の守護聖人であった、ーペテロの象徴である。百合は、アウグスチの女子修道会、グリントフェルト女子修道院の紋章に由来する。この紋章は、 1951年から旧メーデバッハ氏が使用していたもので、1969年に市とアムとメーデバッハの町村が合併した後も継続して用いられている。公式に認可されたのは1979年11月27日であった。これとは別に、1912年からメーデバッハ氏とアムとメーデバッハ氏で用いられていた文章もあった。 メーデバッハには5つの合唱団及び歌唱クラブ、3つのオーケストラ及び楽団、4つの音楽クラブがある。キュステルベルクの木組建築の街並み。正面が本市で最も古い家屋建築のエイバースカーン市内には多くの注目すべき教会がある。セーペーターウントパウル教区教会はパーダーボルン広サ教区最大級のハレンキルヒエの一つである。そのすぐ近くに 1238年建造のアンドレアス礼拝堂がある。これはメーデーバフ派に現存する最も古い建物である。レフェリングハウゼンの1526年に建造された聖ニコラウス教区教会は13世紀に作られたロマネスク様式の聖母座像を有している。ベルゲンのバロック様式の聖ヨハネス礼拝堂は1696年に建造された。ここには かつて、グリントフェルト修道院が所蔵していた十二使徒の像がある。ロマネスク様式のダイフェルトのハレンキルヒエは13世紀に建造された。旧グリントフェルト修道院に近い、いわゆる聖なる山カーレンには、歴史的な十字架の道が設けられている。この山には、バロック様式の十字架群を前提に持つ、カーレン礼拝堂がある。 17世紀から18世紀に建設されたメーデバッハ、数多くの木組建築のうちの一つが、1748年に建造されたエイバース館である。これは、この町で最も古い家屋建築である。料理本著者のヘンリエッテ・ダビーディスがこの館に滞在した。彼女はここで有名な料理本の一部を著述し、二つの料理にキュステルベルクにちなんだ名をつけた。 シトマーリングハウゼンの豊富フ,フレーゼンは1768年に造営された。リューデン電ャイト自然保護区ハレンベルクヘッセン州に接するメーデバッハ盆地は、明けた地形、平らな丘陵、わずかな香水、高い平均気温によって境を接するロタール産地と明らかに区別される。降水量が少なく、酸性質の土壌であることから、ほんのわずかしか農業に利用されていない。 この地域は農地整理やその他同様の措置を免れ続けている。ここには数多くのその一部は危機に瀕した動植物の生息地となっている放牧場山の原の銀スタクペヤブが存在している。建物がある部分を除いて市内のほぼ全域が EU の生息地指令の厳しい規制の適用範囲になっている。保護地域は ノルトラインベストファー練習の同規模の自治体のうち2番目に広い農業利益団体との争いが起こったことが様々な利益団体の間の協定につながった。これは同様のプロジェクトのモデルとなった。さらに、候ホザワーラント生物学ステーションが設けられ自然保護政策を充実したものとしている。アクアムンドメーデバフ派ではロタール産地を使った登山。 クライミングが普及している。方ホ,ホザワーラント軍スポーツ連盟は、ノルディックウォーキングのコースを整備している。レジャースポーツには特に焦点が当てられている。例えば、バイクアリーナザワーラントでの自転車スポーツである。屋内プール、アクアムンドでは、水泳が楽しめる。この街で、飛び抜けて、重要なクラブが通すメーデバッハである。 このクラブは1919 19年11月23日に純粋な体操クラブとして設立された。サッカー部門は1920年に追加された。ピークはトゥースメーデバッハがボルシアドルトムントやシャルケレイオンと対戦した1947年であった。これらのチームは食料を得るために各地からメーデバッハにやってきた。 当初は、キルメス広場がグラウンドとして用いられていた。1960年、新たなグラウンドが設けられ、ここで、サッカーの試合ができるようになった。メーデバッハ市立博物館市立博物館は、郷土、歴史協会の主導により1989年に、18世紀に建てられた市民の館の中に設けられた。展示品は、 古代の出土品や昔の日常生活用具などである。重点は、農民都市から観光都市への変遷に置かれている。マルクト広場では、生息地指令及び、メーデバッハ盆地を周長類保護区に関する展示が、近代的な技術手段でなされている。この展示は、観光地域、メーデバッハ盆地の自然環境、地元の経済といった内容を含んでいる。 ドライスラー地区の旧学校にある住所を国博物館は工業と採掘された鉱物に関する情報を紹介している。デューリングハウゼンのクトゥールシュパイハーパスイコールショイネでは歴史的なロクの工房とかつてこの地で普及していた手工業についての概要を知ることができる。1636年からゲロプテフェストが開催されている。これは市民が神にこの街を戦争。 木がペストから免れるように祈るものである。洗礼者聖ヨハネの日の前の土曜日にパレードが街を練り歩く。メーデバッハの社肉祭は50年以上の伝統を有している。毎年社肉祭の時期にはカーニバル集会、カーニバル舞踏会、バラの月曜日のパレードが行われる。訪問客は伝統的な社肉祭の挨拶、メーデバッハハいライで挨拶をする。 メーデロンやオーバーシュレドルーンでは、やはり毎年、カーニバル集会やパレードが行われる。メーデロンではこれに加えて、ヘレンジッツングも開催される。この他に、シュトラーセンマラーフェストがある。各地区で射撃祭が祝われる。聖ゼバスティアヌス射撃兄弟団は、1486年に創設された。射撃祭は、16世紀にはすでに行われていた。コンサートは、 市のクルトゥールリングで行われる。室内楽の演奏会は、グートグリーントフェルトで上演されるが、オルガンや合唱の演奏会は、教区協会で行われる。芸術展示は、ハンゼザールで行われる。この地域の地元料理には、クノヒ,ヒエンブルストがある。ホリティシャーベック産業地区本市に属す村落とし部では、現在も農林業が主体となっている。 現在の重要な経済分野が特に1960年代から発展した観光業である。これ以後、ウィンタースポーツ施設が大きく拡充してきた。この町の大口雇用主が旧グラントドラド、現在のセンターパルクホーホザワーラントで約300人を雇用している。この町はロタール産地に位置する、その立地からも利益を得ている。2005年、 この町には27の宿泊業者があり、合わせて4000のベッドが稼働していた。この年の延べ宿泊数は約77万泊であった。この宿泊数のうち外国人客によるものは31万5000泊を超えた。観光業以外の強力な経済ファクターとしては自動車下請け業、照明器具製造、機械製造がある。 ホルティシャーベーク産業地区の二つの大きな雇用主が、ボルベットとケスターで合わせて400人の職場がある。1897年、キュステルベルクで設立された靴下製造会社、エーバースがメーデーバフ派に移転してきた。1950年頃、ここでは400人の従業員が働いていた。1970年代にメーデーバフ派のエーバース靴下製造は、 バルケ社の所有となった。1981年末に生産が停止された。これによって女性を中心に約240人が職を失った。メーデバフハの失業率は約20%にまで上昇した。1980年代半ばから2000年代初めにホルティシャーベーク産業地区に18社約600人分の職場が創出された。 1994年にオープンし、毎年70万泊の宿泊客がある、レジャーパークと合わせて、本市の経済基盤は、決定的に改善された。2015年の、本市の社会保険支払い義務のある就労者は2231人で、このうち1129人が、製造業、648人が、商業、接客業、運輸流通業、 442人がその他の業務に従事していた。旧メーデバッハ駅鉄道1903年から1953年までメーデバッハは、ケーベン鉄道シュタインハレメーデバッハ線によってドイツ、鉄道網に結ばれていた。現在この町に駅はない。最寄りの駅は、ビリンゲン、ビンターベルク、コールバッハ、フランケンベルクにある。道路、メーデバッハには、修道と、 群道だけがある。最寄りの連邦道は、ビィンターベルク、コールバッハ、ビリンゲンを通っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、約 39km 離れた、A46 号線のベストビヒのインターチェンジである。その他のアウトバーンでは、A44 号線のディーメルシタット、A49 号線のフリッツラーがある。ルールリッペ地方交通、GMBH のバス路線は、 シュマレンベルク、ブリーロン、ハレンベルク、コールバッハ、フランケンベルク、ビリンゲン域がある。2013年から電気バスを利用した外区バス路線が利用されている。内市街の街路配置は1830年の登規模の記録と比較して基本的に変化していない。地方日刊誌のベストファーレンポスト、水曜日と日曜日に観光されるザウアーラントクリアーがある。 ローカルラジオ局として、ラジオザウアーラントが放送を行っている。メーデーバッハ裁判所、メーデーバッハ市には病院がなく、最寄りの病院は、隣町のピンターベルク、フランケンベルク、コールバッハにある。救命サービスは、ホーホザウアーラント軍の救命サービス支部監視所が行っている。この監視所は、以前は、日中だけであったが、 2009年1月1日から24時間勤務となった。市内には消防団がある。消防団は中核市区の消防隊とこれに隣接する市区にある9つの消防班で構成されている。メーデーバッハク裁判所はこの種のものとしてはノルトライン・ベスト・ファーレン州で最も小さい機関である。メーデーバッハのギムナジウム本市には幼稚園2園、 基礎家庭学校一校、カスパー・ホペリウス本家庭学校、ゲシュビスター書類コールギムナジウムがある。2008年4月にギムナジウムのためにビンターベルク氏と学校目的連合が組織された。2008年はじめにはハレンベルク氏と共同で連合学校として実家学校が設けられた。ありがとうございます。